さあ、今回はですね、映画俳優の西丸先輩に運転してもらっています。おはよう。あ、おはようございます。今四国に向かってね、今回四国でバス釣りをちょっとやろうかなと。で、今回揉めたんですよね。そうですね、映画にするかどうかで、自分も映画監督じゃないですか。でも15本映画作ってきて、まあいろいろ揉めに揉めて、結局もう映画は中止、映画はやめで、もう普通にでかいバスをありのままで取りに行くっていうことになったんで、西村さんは釣り嫌いなんで、初日僕と菊池さんで行きます。で、2日目はパッドイカでやってください。あ、野池で。野池で、はい、野池の方が釣れると思うんだけど、ね、ダムはちょっときついかもね。やっぱ当たりがね、なかなか、バイトですよ、バイトが。なかなかバイトそうそうやね。今11月10日かな。まあ、なかなか厳しいと思うけど。まあでも、ね、四国愛媛ですかね。そうそうそう。ボート、まあ、頑張ってください。了解。僕はちょっと行けませんだけど。いや、あれ遊園地見える？いや、見えますけど、こんなとこ遊園地あるんですか？これはね、明石海峡で、やばいんだって、この遊園地が。あ、サービスエリアじゃあったの。そういえばやばいって、西村さんやばいって。いや、これは、これはやばいってですね。僕どっか遊園地かと思えたサービスエリアですね、これ。あれ乗らないか。はい、お久しぶりです。あ、どうも。今回映画ザ・ブラックバス、ちょっといろいろな金で中止になりまして。映画にしないの、やっぱり。映画やっぱりまったり行こうか。まったりな。もう半年ぶりだね。あったの半年ぶりだな。この間琵琶湖来たのいつだったっけ。琵琶湖行ったの5月だよ。6ヶ月ぶり。あ、違う、9月に行ったの。2ヶ月ぶりか。まあでも今年2回目だよね、バス釣り行くのは。2回目だな一緒に行くのはな。俺いっぱいやっとるからな、バス釣り。今年の超過情報は。今年いっぱい釣っとるよ。どんな感じ。最高で、まあ、40アップ40アップ。まあたださ、菊池さん、やっぱ俺らさ、まあほんと10代の頃から四国の野池をもう全部知ってるじゃん。知ってるよ。全部、もう全部ポイントから全部知り尽くした。多分回ったことない池ないよな。ないない、全部知ってる四国。いや、もう俺らだって中3の時からもう全部の野池しらみつぶしじゃん。四国まず愛媛全部制覇したし、足でも制覇してる。自転車だからな俺ら、チャリンコで。全部足でやってる。知らない池ないよな。足で回るっていうのが俺の主義だから。地形も全部覚えてるな俺ら、頭に。地形は覚えてないの。俺はそこまでやってた。さすがな。そう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 。あの池はシャローがつって、ここがあそこで、あ、これディープになってるな。まあ、それそうだな、これトップでバンバントップ。ちなみにさ、ブラックバスってさ、色がゴールドとか白っぽいとか黒っぽいとかあるじゃん。あるね。あれなんでだと思う。使えない、そういうの。で、何？まあ女が遊んでるみたいな、そういう感じだと思うよ俺。遊んでる女が黒いみたいな、そういう。ブラックバス、昔から言われてるでしょ。ブラックバスの色が黒いのは、あれ遊んどるから。遊んでる、まあその遊んでるっていうのはちょっとおかしいかもしれないけど、ブラックバスに対して。だからまあブラックバスの中ではちょっとこうイケてる。イケてるブラックバスが黒いみたいな、そういうのは 俺の中であるかな。よくさ、あの日焼けしてるとかよく言うじゃん。言う。あれ日焼けじゃないらしいで。美白バス。いや、要するにそのブラックバスがウィード周りの黒っぽいところに24時間ぐらいおると、そのなんていうのかな、母体っていうの、わかる？もうみたいになってくるってこと？いや、だから自分のおるとこの背景の色に、小魚を捕獲するときにごまかすために黒っぽいところにおるのは黒くなる。ああ、カメレオン的な感じ。そう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 。そういうのなんていうのかな。それアメリカの研究でやっぱり最近そういうことで、以前はさ、これは日焼けしてるとか。いや、でも今でも、以前っていうか今でも言ってる。言ってる人いる？あれはアメリカの研究によって、要するにこうやって白っぽいところにおれば白っぽくなるし、黒っぽいとこ、こういうとこにおれば真っ黒になっていくと。
だから自分の体の色をわざと変化させて小魚を捕食しやすいようにしてるらしい。あ、そうなの。だから日焼けっていうのはどうも間違いらしいで、うん、なんか昔釣ったじゃん、あのゴールド色のバス、うんうん、もう本当にゴールド、うん、おったやん。おったよ、うん、あれはそこの砂地に合わせてた。あ、俺らはさ勘違いして浅瀬におるから日焼けしたのかなと、でゴールドになったのかなと思ってたけど、あれ違うって。こっちにあのホワイトバスがいるとこやる。ホワイトバス、あ、真っ白、真っ白がいる。ブラックバスやね、ホワイトバス、真っ白のね。そこはね、あのちょっと水が濁ってるから火が当たらない。なるほど。だから白いのかなと思ってたけど、うん、よく考えたら水が濁ってるからイコールクリーム色だから、うん、そこに合わせてんだな。そのクリーム色に合わせとんかもしれんな。そうだな、うん、今の話からすると。そうだよな。クリーム色だから俺 火が当たらないから白いと思ってた。そこのホワイトバス、ね、あ、なるほどなるほど。ブラックバスやね、ホワイトバスな。あ、四国で有名なの。四国で有名なホワイト餃子みたいなもんや。ホワイトバス、ホワイト餃子って昔あったよ、あそこに。何だそれ、ホワイト餃子。覚えてないかも、あそこの角の交差点のとこにホワイト餃子ってあったの。忘れたか、ほんまいや。ホワイトバス、うん、そうらしいで、うん、おー、そうなんだ。明日行くとこ知ってる？知らない。俺も行ったことないんだけど、うん、多分クリアウォーター。まあ、クリアウォーターね。なんかクリアウォーターだから多分純粋なブラックバスみたいな感じじゃない、やっぱり。なんとなく。ということは、クリアウォーターには何、どんなんか聞くんかな。いや、何でも釣れる。ダムでしょ、だって。何でも釣れるよ。ダムでしょ。ダムだよ。ダムなの？ダム。クリアウォーター。クリアウォーターのダム。で、ボートを借りるんだよね、今回。ボート。やるね、何でも釣れる。マジで明日2桁硬いから。本当。2桁は硬い。 でかいの来てるよね、あそこでも。でかいの来てるよ。でかいの入ってるよね。45アップは来る。いや、だからさ、平均サイズがでかいんちゃう、そこは。でかいよ、でかいよ。45がアベレージで、うん、6もいるんじゃない。6もいるじゃろうね。本当か、俺。6いるよ。6だ、ダムででかいかいるんじゃない。いるよ、6、うん、で、松山でさ、7が出たやん、72センチが、うん、74か74、うん、まあ、あれ俺らの知り合いが釣ったんだけど。そうだよ、あの人な、うん、あの正さんが74センチのあれ、重さ何キロあったんやの、あれ。74だからな。7キロとかあったんかな。ただ腹もこんだけあったからな、あのバス。あ、そうなん。対抗で多分40ぐらいあったよ。ああ、うん、ただキュウちゃんさ、アンコウみたいなやつだから。世界記録がさ12キロじゃん、うん、あ、12キロか、10点何キロなんかな、70センチ。あの人が釣ったもん 9.7 ぐらいじゃない、多分。あったか、9.7。 まあ測ってないけど、うん、で、おるな、ここは。だってあの腹の中から50アップが出てきたって言ったから。そういうのお前、本当かそれ。腹から50アップが出てきた。てでも、ただしさんは嘘つかないじゃん、あの人、うん、腹から。あの人は実直な人じゃん。そ、俺それが不可視だったらまあまあ切れるよ。腹から50アップが出てきた。さすがに。まあなるほどな。まあ明日に備えてちょっとルアー見せてもらっていいかな。ああ、いいよ。いろいろ持って、あ、だから、あなたも持ってきたんじゃないの、ルアー。持ってきた。俺の自慢のタックルボックス見るか。うん。じゃ見えるこれ。見える。うん、おお、いいね。え、ちょっと見づらいから。見づらい。暗いか。うん。ちょっと貸して。アスカ。これ俺が買ったやつだろ。うん、そうかな。これ俺が買ったやつ、お前がガメたんだろ。そうか。丸ごとつうか、これ俺のやないか、お前。これ。それ 3D だよ。これ俺の、これ俺のやないか。そうか。そうだよ。まあいいけど。あ、まあ、げたやつじゃない、昔に。いや、見てこれ。チャターいっぱい買ったの。あ、買ったの。どれどれどれ。チャター、あ、本当だ。チャター。これメーカーどこの？多分今勝。今勝のチャターがいい。今勝のチャター。結構買ったよ。6個ぐらい買った。でも結構チャターもでかいの出るよね。出るよ。うん、チャターで出るときはね、バックリくるからバカーッ、うん、要するにこれがスプーンみたいにキラキラしつつ泳いでくる、うん、泳ぎはこういう感じ。そうそう、うん、こう、うん、こうなんて言うかね、くる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 って言って、こういう感じ、変則的な動きするの、チャターはね、うんうん、その時に、うん、その時に出る。バスがこう見てって黙って見てるときを、うん、今だっていくから、やっぱり、うん、そうは、チャターで、明日のダムはさ、深さ結構水深あるようなところ。ダムだからあるでしょ。でじゃあディープのバスも。ディープラン、これ。ああ、3D。これめちゃめちゃ釣れる。うん。これめちゃめちゃいい。本当だ。アスカ。アスカじゃない。これは、これね、海外のメーカーの。ごめん、名前ちょっとわかんないけど。
他にはこれ危ない針があるから、これ俺のやんか、これも山嵐、それ来るよ釣れたことある、これで。ない。いやいや、クランクは釣れるんだ。これ俺のじゃないか。これも俺のじゃないか。IK78 だ。これ買った記憶がある。これ釣れたか、これで一匹。釣れる。それめちゃめちゃ釣れる。あ、これ釣った。うん、今勝クランクっていうのかな。これはあれだな、シマノの。このバイブ釣れるよ。釣ったこれでも。いや釣れてない。あ、釣れてない。これシマノのやつだね。バイブはね飛ぶから。うん、ラトリンサバイブ飛ぶから。うん、あとおすすめはこれ。何？ゲイリークランク。あ、返してこれ。俺もうないんだけど、ゲイリークランク家にないんだけど。これめちゃめちゃ釣れる。だよね。なんでゲイリークランクってあんな釣れるの？俺これで50アップばらした。いや、前50、あ、釣ったやん。50アップばらしたこれ、うん、で俺琵琶湖でこれ、俺も45と43釣ってる。ゲイリークランク2匹釣った。40アップ。あ、2匹釣った。2匹釣ったこれで。ただ、うん、正直なんだろうな、ディオから出てるやつに形が結構そっくりかな。ただこのゲイリークランクはいいよね。レアモンで売ってないから。かっこいい。売ってないもんね、ゲイリークランクは。そうなんだ、これめちゃくちゃ釣れるんだよ。他には、他はまあまあ別にこれもあれだな。何？いや、これこれレアリスシャットやで。これめちゃめちゃ釣れるで。これ明日大物狙ってるから。いや、シャッドでもでかいの出るよ。ルア小さいかな。他には、まあこれはいい。うん、フック関係ちょっとね。うん、これ、うん、肩のフック、いろいろ買ってる。これ何これ。これ、うん、ツイスト、あ、ワームが、ワームがこうばらけないように、うん、ワームにこう突き刺して。これ初めて見た、うん、これいいよ。これ愛媛でしか売ってないのかな。いや、売ってるでしょ全国。うん、ツイストロック、うん、いろいろ買ったんだよ。他には、まあこの辺は普通だな。まあこの辺普通だ。これでも大物用にこれでかい針。あ、ダイワのこれでかい針、スティーズワームフック SS。 それ強いよ。結構金使い込んでるね、あんた。使い込んでる。うん、他には。明日これ全部だ。ニゼロだな、俺初めて見た。ごめん、俺ね、あのバス釣り YouTuber 語ってるけど、うん、まあまあライトユーザーだから、うんうん、これゼロ段いい。ほんとこれは俺使ったことない。ほんとだ、かっこいいじゃん。釣ったことないけど多分明日これで釣れる。へえー、あ、こういう感じのイメージか。これザリガニ系のバイズシリンプつけてもいいかも。これギュッと降りるの。へえー、いいらしいよこれ。これいい、さそう。これゼロ段。あとは見せてみます。俺こういうの持ってないな。俺ね、いつもデコイのオフセットフックしか使わないから。だろ、あんまりややこしいことしないの。でもそれ別にややこしくないから、これフックについてるから一緒に。だから飛距離も出るし飛ぶし、沈む、ただバーンといってスピード、リアクション、縦のスピード、ああ縦の、縦の横じゃない、あ縦、そうだよな、縦だよな。と他にもいろいろ持ってるね。これ全部俺のだろう。全部見覚えがあるけど、この辺も、うん、レアリスシャッドに、これはあれだろう、あの有名な、知ってる、これタイニーブリッツ。あ、そうなの。超有名なクランクウェイト、タイニーブリッツっていう。あんま小さいクランクウェイト好きじゃないの。あ、でかいのがいい。でかいのが好き、ね、ガツンと。でかいやつのこう巻き心地がいい。うん、巻き応えがある。これは何、わかんない。これも今勝クランク IK って書いてる。違う、間違ってるかな。いや、そうでしょう、うん、こういう赤いクランクも意外に釣れてるよ、うん、とにかく俺明日クランク巻き倒すから、まあ、これも俺のやないか、やっぱりクランク巻き倒すから。これ全部お前、俺が置いてったのを自分のものにしたパターンだろう、うん、これめちゃめちゃ釣れるよ。それいや、俺でかいの何匹あげたのこれで。このカラーがまた強い S3D 見せて。これも全部、ほんでこれピーナッツか。これはピーナッツと、これ 3D クランク。これやっぱ俺のやないか、これクランクベイトって。これスモラバ、ああ、スモラバな。ああこれ一世のビビビビビビビショット。これはスモラバいいよ。エグジグハイパー、かっこいいよ、うん、あんま分かってないけど、まあ多分釣れると思う、うん、まあなかなか仕事が忙しくてね、お互い釣りになんか行けないんだけど、まあもう月にでも5、6回行ってる。いや、そんなに行ってないな。
ほんと、うん、何回ぐらい行ってんの？3回ぐらいじゃない、やっぱり。あ、でも月に3行くんだ。3回ぐらいじゃない。もう行けて3回、休みの日選んで、うん、そうだね、うん。あんたでも聞いたけど、あの車の仕事のこれ公開していいのかな、うん、トラックに釣り出すんで合間に2時間ぐらい投げたりしとるやろお前。それお前黙っとく仕事サボって。それお前黙っとく会社の人にバレたらそれやばいで。クビだろ、うん、クビにはならんけどちょっと注意やで。クビだよ、うん、サラリーマン。お、これかっこいい。なんだこれ、これ全部俺買った覚えあるわ、うん、それ俺使い方わかんない。これはボンバージグじゃない？多分これ村田はじめさんのボンバージグだと思う。どうやって使うの？だから一緒、結局重りがついてて、そのあれみたいな感じで、別にここにワーム通してワーム入れるやん、これ糸通るん、この中に、この中に糸通して穴があって、で普通に押せとくつけて、これでドーンってワームで。あ、そういうこと？そういうことだよ。これボンバージグだと思う。ボンバージグって言うの？多分これね、そうなんだ、おそらくね。うん、それ使ってみる。いや、使って、これ有名な、うんうん、あんた、もう釣りに対する菊池さん、もうまずこれ全部俺のルアーだし、これが一番重要じゃん。何？スピンベイトだよ。あ、スピンベイトね、うん、スピンベイト釣れるよ。俺めちゃめちゃ釣ったで。で、これが X70X80 なんかかな、これメガバスの有名、超有名ルアー、これこのルアーね。で、これね、うん、で、これはジャッカルのセーラミの入れ食いルアーだから。あ、でもさ、たださ、キュウさん、明日のさ、うん、行くダムのさポイントがさ、うん、ベイトじゃん、結局ベイトな、うん、で、どういうベイトを捕食してるかっていう、うん、そこに合わせたいじゃん。いや、何でも食うよ、何でも食う何でも食うの、うん、ベイトいっぱいおるからギルもおるし、うん、うん、ウグイもおるし、アユも、ワカサギもおる、アユもおる。ワカサギおるの？いや、おらんかもしれん。適当に言った、うんうん、まあまあこういう感じの。おるおる。じゃあ菊さん、これは俺が持ってきた。おー、いいの持ってんだよこれ、うん、この入れ物がいいね。え、この入れ物が、うん、買ったの。これいいな、これ何するの。いや、何って、この中にワームルア入れて、これ釣り竿じゃないかな。こんなとこに釣り竿立たないでしょ。立つと思うよ。立つの？釣り竿立てじゃないの、うん、バックル、これわかる？めっちゃめちゃ釣れる、これ。これ釣れるの？めっちゃめちゃやばいって。エビスルー知らんの？お前、俺の動画見てないの？エビスルー、ちょっと待って、菊さん、俺の動画見てないの？いや、見てるけど見てないよ、知らないってことは。エビスルーって言ったらこれ大体見てるよ。これ580円なの。あ、安いね。580円なんだけど、エビスルー投げたら魚が入れ食いになっちゃって、琵琶湖で。あ、そうなんだ。で、これ1500円のルアーよりこっちの方が釣れないっていう。ちょっと待って、エビスルーめちゃめちゃ釣れるんだった、これ。口を使いづらい、スプーキーなバス。うん、スプーキーってどういう意味だ。要するにスプーキーっていうのはもう俺もよくわかんない。釣れてるってことだな、多分な。うん、そうかな、うん、スプーキーなバスもバイトしやすいサイズが魅力の、うん、ウルトラシャッピボット50、ダート性能、カバー回避能力、飛距離が優れているオールラウンドモデルだって。あ、ただ引きだけでバイトに持ち込む。めちゃめちゃ釣れる。ただね、菊池さん、これね、欠点もある。あるの？飛距離があんまり出ない。まあ、軽いな。で、もう一つは、うん、結構フックでバレやすい。バレやすいのこれ。うん、俺結構バラしてきたかな。うわ、でかいと思ったら、バレちゃったみたいな。だからフックを変えるのがいいけど、うん、あんまりでか、だからちょっとこのフックが安物を使ってる気がする。ちょっとちっちゃすぎる。あ、どうしたんだよ。なんや。これ見たことある。リアリススプーン、これ俺動画で見た。誰の？いや、釣りチャンネルの、釣りビジョン。うん、釣りビジョンでこの見た。これ新商品、今年霞ヶ浦でバックしてた。うん、レアリススプーンだから、これ投げとけば明日なんで絶対坊主がないよ。ないな。これめちゃくちゃ釣れるらしい。めちゃめちゃやばい。お前知らないの？これワームより釣れるって。ワームっていうか今一番釣れてるって言われてるんだよ。あ、そうなの。まあスピンベイトとエビスルーには負けるかも、うん、その次に来る。なんだ、ラパラじゃんこれ。お前ラパラ手出した。なんか俺ルアーコレクターだぞ俺は。ラパラ手出した、何でも持っとるぞ俺は。無駄に。何だこのスピナーベイト。何がこれ知らないの？4連ジグ。何これ。これスピナーベイト。スピナーベイトでめちゃめちゃ釣れるって。これ初めて見た俺。これやばいよ。普通ブレードが4つあるのがないよ。
普通のルアーじゃないよこんなの。やばいってこれ。おお、うん、これも出そう。何、あ、そうだ、すごいねこれ。すごいよこれ。何知らないのこれ、うん、これもめちゃめちゃやばい。釣れるのそれ。うん、スモラバジグ、うん、これ巻いてくるのこれ。巻いてもいいし、そこに落として、まあ普通のラバージグみたいな感じ。ほんでふわふわふわって、でもワームついてるから外れたら付け替え。でもお前ラバージグ嫌いだよね。そう、ラバージグで生まれてからまだ一度も釣ったことないです。これも何回か投げたけど坊主くらった。一回も釣ったことがない。ラバージグなんでは知ってるの俺の世界。言ってたお前昔からラバージグ嫌いだっつって。なんかゴムだから釣れる気がしないとか言うね。ただ釣れるらしいよ、うん、ラバージグ嫌いだって言ってた、うん、これ安いな。何が？これ中古品だよ。54円。要するにブルーファントムピスケス。これ塩つけすぎじゃないか。いや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 、この塩分で魚が吸いちゃいっちゃうんだよ。水汚れるから水質が。明日クリアウォーターだから。このぐらいで汚れるって言ったらもう釣りできなくなるで。ダメだ。ダメよこれ。環境悪い。環境悪い。もうこれいいんじゃない。ちょっと取り出、一本取り出してみて。これはやばい。これは結構注目ワーム。だから女神器知らないって言ったら、まあ、バス釣りやってないうちよ。開けれない。あ、ね、開けれない。ちぎれちゃえばいいじゃん女神。これレイサムの、これはあのこれめちゃめちゃやばいで、ね、ほらめちゃめちゃやばいで。ああすごいねこれ。これはやばい。骨が細くなって。だからこれの使い方ね、真ん中で、これ ネコリグリしたんやね。ネコリグっていうか、わこういう状態でここにね、ちょっとゴムでもつけて落とすやん、うん、で微振動するのこうやって。こうやってそこにこう落とすでしょ、うん、でピク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 ってやると針ここでしょ、うん、ここでピク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 ってやると、もうこれがめちゃ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 いいです。すごい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 んだって。ここおだからこれ投げてそこに落とすでしょ。すごいよこれ。でこういう風にやるとすごいよこれ。もうめちゃめちゃミミズみたいなビク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 って。いいよいいよいいよこれ。いいよこれ。何がいいんだよ。よし、これは本当にいいねこれ。明日使おうこれ。釣れるよこれ。俺もまだ投げたことない、うん、なんかでかすぎて、うん、ただ釣れるんだって。いや釣れる。明日これ60釣る、うん、これで60予約していい。これでいいよ。いい、うん、ちょっと戻してみて。いいの。どうした？これカットテール。カットテールのその色珍しくない？珍しいねこれね。カットテールと思わなかった。うん。明日これ使うわ。ようやく。あんたさ、あのそのワームサパってて10投投げてやっぱり変えて10投投げて変える、あのパターンやるんだ。10投パターン。どんだけどんだけルーファーワームを使うんだっていうな。スパイニークローはあんま好きじゃないよ。なんで？なんかこのザリガニ系あんま釣れる気しない。あ、だからそれはウィードの中に入れたり。するのがいいんちゃう。いいんやかな。スパニークロでも定番だよ。うん、まあわかるけど。あのさ、俺がラバージグ嫌いなように、うん、あの自分で何度かやって一回釣れないと悪いイメージ。まあまあそうだよそうだよ、結局そうだよ。ただ実はポイントどこに入れるかっていう。あ、これね。何？これ。お前の好きな。あ、これだって俺の58出たから50。うん、分かるよ。めちゃめちゃでかいよ。見てみるそれ。スライダーワームか。見せて。スライダーワームか。うん。ああこれ釣れる、これ間違いない。釣れるやろ。うん、これ釣れる。スライダーワームだぞ。スライダーワーム、これいつ買ったの？中古だよ。最近買ったの？いや1年前。まだ売ってんだねスライダーワーム、ね。もうなんか売り切り品みたいな。1個50円で。これいいの、タイ焼き。タイ焼きルアー。これ知ってる？タイ焼きルアー。ギルフラット知ってる？ブルフラット？じゃギルフラット。ギルフラットって何？うん。ここにシールがメンタモンつけて、もう本当にこれ使ったことある？まだ買ったばっかり。そうなの。うん、YouTube で見て買っちゃったって、なんかタイ焼きみたいじゃんこれ、うん、なんかさ YouTube で見て釣れてると、うん、すぐ釣れるって思っちゃうじゃん。あ、これをつけるの？そう、目ん玉だよ、うん、でまさにブルーギルみたいな泳ぎするの、うん、うん、で針のセッティングの仕方でやっぱり重要なんだけど、どうやって針つけるんだろうね。なんかここの口の部分にこういう風に通す感じだから、針がでかい針をここにこうやったらガチッと通す、うん、上に出すの。うん、ごめんそれよくわかんないけど、いろんなセッティング方法があるんだって。で
まあ、こうやってこっから通してこの辺に針出す、うん、で40アップだったらこれ丸飲みするから、うん、全部丸飲みするから、うん、だからちっちゃいサイズじゃなくて、するよ、だってさっきより言ったと思うけど、うん、74は50食ってたんだから、ハハハハハ、お前50食って50を何丸飲みにしとって、50丸飲みしとって、ホントかよ、こんなん10センチだから、そうやな、すぐやで、サタンはね、うん、サタンはもうとかちょっとこの辺もサイズが小さいからちょっとな、いやスライダーのそれこの間西村さんも40つったやろ、うん、スライダーワームのお前スプリットショットでお前釣れるけどね、うん、それは何、これもスライダーワームだね、うん、そこはスライダーワーム、うん、お前スライダーワームやっぱ好きだな昔のな、って言って投げないんだよ、ね、持っていくけど投げないっていう、おこれさっきのやつじゃない、うん、でかいやつ、うん、針もついてんだこれ、うん、針もついてるこれ、うん、フックね、うん、なんだよね、うん、まだ使ったことないんだ、お前使えよ、せっかく買ったんだから使い切れんだろ、ほんとにあれもこれ、まあな、家にも大量のワームコレクションをこの間買ったんだよ、それ見せてよ、持ってきてないよ、持ってこれないよ、あんなに、うん、それはスパニークロー、ドライブクロー、あ、ごめん、間違えた、スパニークローじゃない、ドラクロー、ドライブクロー、あ、SOS ワーム、それも中古、 SOS、 うん、まあ投げたことない、聞いたことないわ、もう SOS、 大体ワーム知ってるけど、ほとんどのワーム知ってるけど SOS は聞いたことない、うん、これそれ釣れるぞ、何これ、にトカゲになるな、虫系ワーム、虫やな、俺使い方わかんない、虫系は、そんなちょんがけでそこ落としてもいいし、何でもいいよ、あ、そうなの、もうこれマシやってみろ、うん、やってみて、そこに落としてさ、虫が、虫がでもそこに落ちるかって、これ使え、釣れるよこれ、何スパイロン、あ、気に入ってとんの、スパイロン、俺もこれ使ってるけどスパイロンで40つな、うん、スパイロンで40つとか、あ、40やった、うん、今年がスパイロンあった、スパイロン、今年結構あの俺も釣れてるよ、スパイロン、スパイロンね、欠点は柔らかい、うん、すぐ切れちゃう、尻尾かな、うん、で、あれ尻尾切れても俺使っとったん、うん、でも釣れたで、さあでもこれも真ん中もすぐ下げてきちゃう、あ、まあそれはフックのやり方がまずいんじゃないかな、薄いからこれ、ほんと柔らかいから、だから釣れるっちゅうのある、うん、まあまあね、そこはもう、モロハだ、モロハの剣、うん、他には何これ、デスアダー、ああそれでかいのが釣れる、そうだな、デスアダー6インチか、うん、5インチ、5インチか、なんだこれ、うん、これなんだこれ、ベロスティ知らないの、ベローズスティックって今年って注目やん、ベローズギルってのもあるらしいぞ、要するに 水紙でホールがめちゃめちゃ滑らかなの、ふわーってベローズスティック、気持ち悪いな、これでもなんか、なんで見た感じが、匂いもちょっといい匂いしてるぜ、あ、ほんとだこれまた SOS、 お前 SOS 好きだな、いや SOS たまたま入れただけ、別に好き使ったことないけどたまたま持ってきただけだ、たまたまか、それはでも中古ルアー、他にはこれ山線香ね、うん、これも山線香か、あ、カットテープだこれ、うん、こっち見せてよ、カメラの方に、うん、こんな、何、あ、それ釣れるよ、これ、これ何、なんだ、芋みたいなやつ、結構これ反応良かった、琵琶湖で、芋に足が生えたみたいな、だから、エビ系ワーム、うん、勢いもめちゃ出るし、うん、ジンゴローム、シンゴローム、うん、これはやばいよ、これは中古で買ったから何入ってるか分かんない、うん、ドライブシュリンプって置いてみる、それ手のひらに出してこら、うん、うん、中古で買ったから初めて開けるよ、それやばっ、これやばいって、これ何このワーム、このワーム、なんか匂いもいい匂いしてるぜ、これ違うの入ってんの、もううわ、いや中古で買ったワームにこれ釣れるぞ、明日お前これだけ投げろ、こっち見て、これ以外投げるなよ、これギルフラットじゃないの、さっき違うよ、なんか中古のよくわかんないよ、もう他にちょっと見せて見せて、いろんなの入ってる、ちょっと待って、ここ置いて、ここに、ここに、このこれが多いね、でもこれも釣れそうじゃない、なんかこれ臭い、
いやいや、何これ、匂い臭い、 これ何これ、しかもこれなんかついとるぞ、中古でか、いらんのが入ってる、 いるよこれ、えぐいやん、こんな、いや、いろんなやつがなんでこんな入ってるの、なんか中古だから、中古で集め合わせパックってこと、これなんか手がヒリヒリする、これ何これ、なんかね、これしびれる、しびれる、これ手が痛いよな、やばいやばいやばい、ちょっと手が毒、手が痛い、手が痛い、何これ、やばいこれ、毒入ってねえか、おい誰か仕込ん、ちょっと手洗おう、手、ちょっとさ、さっきのワーム手が痛くなったよね、あれ中古だからちょっとサリンが入ってたよ、なんか痛、ピリピリしたよ、似てて、サリンだよ、ほんと、うん、危ないよ、中古は、ま、あんま気に入らん、うん、それ何、これ釣れそう、これ何が、明日これ使うわ、おう、あ、ロザンテね、これ、これ作った人、相葉純一さんって人とこの間コラボしたで、これを作った人、あ、これ作った人なの、うん、ロザンテを作った人、そうなの、すごいね、うん、これめちゃめちゃ釣れそうじゃん、でこの間俺ねこれでね40アップばらした、これで五山川で、もうそれ感動したよ、ずっと一日投げて釣れなくて、うん、最後ピョッて投げたらガーン来て暴れて、ジャンピングでバレて、クソ、うん、っていう動画も撮れなかったし、うん、まあ普通に釣れるロザンテ強い、これいいな、うん、俺が持ってるこのレアリスのシャットがあるじゃん、うんうんうん、あれよりちょっと一回り大きいのがいいよね、うん、そうだね、うん、これもツイッチからただ巻き、うん、釣れるよ、もうでかいのするから、うん、まあ、小さいルアー使わないことにしてる、うん、スピンベイトね、これね、うん、まあ俺が気に入ってる、あとはこれも 3D 好きやろ、同じやつばっかり、同じやつばっかり買っちゃうんだ、新しいやつはでしょ、いろいろ入っとるだろ、見てみや、いや、もうないよ、 3D でしょ、うん、これ何、これこれは要するに渓流用の駆動エクスツルツアーってやつ、うん、これは多分タピオスっていう、なんだろうこれね、多分ブラックバス用じゃない、この返しがついてないと思うね、はい、これもロザンテ、これ違うから、うん、ロザンテ、はい、これはミノ、これは俺デュエル結構持っとるな、ハードコアミノー、まあ普通のミノーで、これのトゥイッチング、これの 3D ミノーってのがあるの、ちっちゃい、それでこんなにめちゃめちゃ釣れた、あ、そう、うん、向こうにもあるわ、ボックスにまだいっぱいあるから、同じのやつばっかりバカはバカの一つ覚えて知ってる、一回釣れるとそれがすごいになっちゃうんだよ、バカだから、うん、そういうことやな、うん、もうちょっと紹介したかったんだけど、ちょっとあんま入ってなかった、こんな、あのな、このこのな、この 3D のこれ、うちにうちにな150個ぐらいあるからどんだけ持ってるの予備を、ストックがあるから150個あるよこれ、いや俺的に本当新しいなと思ったこのロザンテだけ本当、あとレアリスティンもあるやん、あと、うん、もう、まあ、あとお前これもあるやん、これ初めてやろ、まあまあまあそうだけど、そのこのプラグのルアー、あ、持ってくればよかった、 いっぱいあるんだけど、まあ、これでいいかってお気に入りだけ持ってきて、プラグのルアーをちょっと見たかった、あ、向こうにあるわ、明日見たらいいわ、明日もう一回やろうかこれな、明日の晩暇だからどうする、やるの、どんどん出したらいいんだお前、どんどんやらないかということで、菊池さん、はい、明日の調子明日頑張りましょう、マジでガチで狙うね、いや、ガチで狙うよ、本当、うん、でかいの、もうだから映画じゃないからさ、そうだよ、わけのわかんないことやらなくていいから、本当マジでやるからう動画的につまらなかったらちょっとごめんなさいそうだよね、うん、もうナチュラル素で狙いに行くよな、なんだあいつガチじゃんみたいな感じで、うん、思われるかもしれんけど、まあそれは本気で取りに行くよな、うん、俺の本気見せるわ本気見せたるわちょうどコメントが来てたよ、菊池さんに会いたいみたいな、最近菊池さんがいない寂しい、出してくる、あ、そう、そう、おとつい、嬉しいね、それ、おとつい、あ、そう、うん、だから俺返事しといて、近々行くよ、11月菊池さんと、ファンがいるんだよ、ファンのためにも頑張らなあかんな、うん、頑張らないかんのや俺も頑張らないかんのや、ファンのためにな3人ぐらいおるぞ、全国に3人ぐらい、もう3人ぐらい、熱烈な人がおるぞ、あ、菊池さんを出せって未だに言ってくるんだから、未だにな、未だに言ってくる、もう過去の人や俺も1年に 1,2 回しか会わないのに、過去の人や、うん、まあ、四国だから遠いからさ、会えないじゃなかなか、まあな、うん、いや本当は俺もいろいろやりたいんだけど、うん、なかなか難しいな、やっぱり今仕事忙しいじゃん、仕事頑張らなあかん、うん、不景気やん、人間やっぱ仕事頑張らなあかん、で会社もやばいじゃん、やっぱ会社もね傾かけとる、社用産業だもん、いろいろ
つらいで俺もな。マジで、はあ、悩んどる。悩んどる、うん、悩みが深いよ。悩みが深いか。深いな。あと子育ても大変や。子育て、まあまあ子育てだいぶ手が離れてきたから。ああ、もう大きい、二十歳か。もうだいぶ大きいから。ああ、そうかそうか。あ、でも奥さんとの関係もあるやん。まあまあ家庭もいろいろある。家庭もな、うん、その奥さんとのいろんな兼ね合い、会社でストレス、人間生きていくの大変だよ本当、うん、社会で、このストレス社会でね。お、いや、悩みあったら聞いとくわ。じゃあ悩みな、いや、ない、結局悩んでないんだけど。悩んでない。悩みはないね、結局。もうじゃ、何が大変だ。その時その時ストレスはたまるんだけども、うんうん、何がストレスあるのって聞かれたらもう忘れてるぐらい。あ、ただなかなか遊ぶ時間がないじゃん。遊ぶ時間ない ないよな。それストレス、ね、うん、ただ木久扇さん、あれなかなか遊ぶ時間ないやん。ああ、遊ぶ時間ないな。遊ぶ時間ねえよな、本当は。そうだよね、やば、仕事疲れ、うん、仕事なんかクソくらいだけど、うん、まあ人間、うん、仕事せんと生きていけんから、うん、俺もやるしかねえわな、うん、ちょっと話からけどさ、明日のバスはさ、水深何メートルラインにやっぱりいるわけ。水深、いや分かんないな、本当に行ったことねえから。行ったことないんだ。ダムだから、でも深いと思うよやっぱり。ダムで。ダム、あのやっぱ急な駆け上がりとか、うん、岩盤エリア。10メーターラインあるわけだ。うん、やっぱダムとかだったらやっぱり岩盤のあるとか、バスってやっぱ硬いところが好きだから。うん。そうなの？うん、そうだよ。岩の周りが。岩とかコンクリート周りとか。そうなんだ。そうだよ。砂周りとかあんまいないから。へえ。本当。砂周りにはあのカレーとか、うん、そういう。岩盤。カレーとかハゼとか。あ、たださ、あの石手のさ、うん、あそこの駆け上がりの、あそこでかいのいるよな、あの石手の。もういるよ。あそこのゴムがあって水草が浮いてる、あそこの、あそこ。おるよ。あそこおるな、でかいの。あっこでかいの、おるよ。めちゃくちゃでかいの、おるよ。あそこ、朝一前行ったあそこの、初めて動画出てもらった時の、あの石手のさ、あの駆け上がりの角のとか、朝一すっごいのおるよ。でかいのおるよな。あそこ本当はな、あそこ行こうかと思ったんだ、ダムな、うんうん、でイージーじゃん、俺らポイント知ってるから。あそこは、そう、あっこはダメ、あっこ簡単すぎるよな、うん、明日行くとか行ったことないとこだから未知の世界、未知だよな。たださ、俺思うんだけど、石手のバスもすれてるよな。いや、すれてるけど、俺が釣ったらすぐ釣れるよ。あ、マジで、うん、石手のバスもで、明日はやっぱり秋だから薪で狙うの。わ、薪だよ、もちろん。あ、ま、クランクベイト、クランクベイト巻き倒すよ。 3D クランクをでかいやつをひたすら巻くの。巻くよ。でも縦の釣りも必要だから。あ、なるほど。明日縦の釣りいるよ、うん、だからゼロ段でガーンと。あ、縦の釣りとクランク上で横の釣りと、うん、でもう一個あるの知ってる？何？斜めの釣りってのある。おお、斜め。それ俺が開発した。おお、いいね。ズドン横ってこの斜め、おお、うん、いいね。3種類これで引っ張ってくれるから、おお、いいんじゃないそれ。ただやっぱ明日の条件見るとやっぱミドストだぜ。やっぱミドストな。ああ。これミドストできないんだよ多分。なんで？ミドストってその一定の水深をこう。そうやね。でしょ？うん。結局これも斜めの釣りなんだ。投げて巻いてくって適当に。斜めの釣りなんだ。知らん前斜めになっちゃってるから。ミドストやったことない。ミドストやーって言って多分斜めになってる。ああ、そういうこと。まあでも明日ミドストするわ。ああ。ミドストのは釣れるんだろうな、うん、やっぱな。ただ菊池さん、あのクランクはさ、でかいの出るじゃん。でかいよ、クランクで出た。クランク、冬場、あれ、去年の12月だって、一昨年か、あれ、うん、65センチの穴、うん、そうだよ、あの池で釣ったやつ、うん、あれやばいよな。やばいよ、あれは。あれはやばいよな、あれはやばい。あのクランク巻きは、うん、あれ何のクランクやったん？あの、ゲイリー。あ、ゲイリークランクで64センチ、しかも野池で、うん、本当かっていう、持ってねえかっていう噂もある。俺菊池さんのあの悪い癖で大体 4,5 センチ多めに持ってくる癖は昔から、まあね、知ってるんだわ。38が40になったり、これ菊池さんこれ36ぐらいやでっていうの、4040って。いや俺も言うけど持ってるわけじゃないの。本気で持ってるから。あ、本気か。本気で持ってるから、うん、その興奮してちょっとバスが大きく見える。ああそういうこと ね。みんな誰しもそれ経験することやから。今日とじゃあ願望も入ってくるから。また明日、菊池さんお願いします。ああ。